皆様、こんにちは。今回は、新しくなった、ライシングワールドをプレイしていきます。何が新しくなったのかというと、ゲームエンジンです。そうです。ゲームの映像がガラッと変わるような、大型アップデートです。今回はその、新しいゲームエンジンでのデモが公開されたので、早速やっていこうと思います。ということで、一体、何がどう変わったのかをお届けしていきます。今回のデモでは、あらかじめ用意されたワールドをプレイすることができます。その初期スポーンが、この家です。イエーイ。はい。今日はツッコミ役がいないので、そのまま進めていきますね。まず降り立った感想は、すごいリアルになりましたね。今までのライシングワールドも、割と綺麗だなーって思ってたのですが、さらにその上を行く感じですね。そして、しっかりと動けます。まずは、家の中から順々に見ていきましょう。最初に、こちらの暖炉ですね。光の加減が最高です。おそらく、中身はキャンプファイヤーな気がします。こうやって、ちゃんと火も消せます。そして、それよりも、音がいいんですよ。それでは、聞いてみてください。これだけで、5分ぐらいはいけそうですが、時間もあれなのでどんどん行きます。次は、いきなりの銃です。物騒なのかな？ちょっと怖いですね。ベッドの足元には、瓶が数本。一体何ができるんでしょうね。ちなみに、アイテム操作やキーコンフィグは、昔のエンジンとほぼ同じです。つまり、回収やアクションは、F キー、となっています。お次はチェストです。が、これはただ開くだけですね。このあたりのアイテム収納などは、今後作り込まれていくのでしょう。時計です。壁掛け時計って、いいですね。ただまあ、相変わらず、すごい勢いで分身が進んでいるような。クローゼットみたいなものです。将来的には、ここにも物が収納できるのかな？クラフター7つ道具の一つ、ピッケルを発見。このゲームでは、これがないと何も始まらないですからね。おっと、こんなところにも銃が。テーブルの上には、リンゴが置いてありました。食べれます。あとは、オシャンなキャンドルも、一つ一つのアイテムが、よく作り込まれています。部屋の隅には、ジョーロとローラーが置いてありました。アップデートの解説文によると、家具などに色塗りができる。らしいのですが、今回のプレイではうまくいきませんでした。今後研究です。しれっと、インベントリを開きました。キーはタブキーに変わっていました。デザインは今風でいいと思うのですが、個人的には前のメニューの方が好きです。細部まで、ライシングワールドやっています、というのを感じられたのが、大きいのかな？あ、そうそう。さっき言ってたローラー。やっぱり、今一つ使い方がわからないですね、これ。一通り家の中を見たので、次は外へ出てみましょう。よいしょーっと。家の中からでもわかっていたのですが、ログハウス風ですね。おしゃれです。そして、これが新しい壁掛けトーチ。また細かいところが凝っているような。これが、家の全体です。煙突からちゃんと煙が出てます。すごい。どんどんと、気になるものを見ていきますよ。まずは、どう見ても射撃場な雰囲気のあるここから。そういえば、これって弾は入ってるのかな？家の中では見つからなかったから、なければただのガラクタですね。そして、ターゲットはこの瓶。それでは、試しに一発。うわぁ、照準はどこだ？全然わからねえ。これは覗かないと。覗いても外すんかい。おいおいおい、距離取って大丈夫か？流程法。ということで、ひとしきり銃で遊んだところで。なぜ不法投棄した？しかも割れるなんて。はい。それでは外の探索、進めていきますね。こういう雰囲気のある休憩スペース、作ってみたいですね。
結構好きです。こちらは大きいキャンプファイヤーかな？雰囲気が出てますね。終始わからなかったのが、これ。干し草でも作ってるのかな？わかる方、コメントください。灯籠ですねこれ。味がありますよ。で、灯籠が設置されているここ、奥に続く道になってるんですよ。まるで、来なさい。と、言われているような。わかりました。誘いに乗りましょう。でもね、その前にこれが気になったの。鳥かご、かな？あ、そうそう。アイテムに対する UI も変わってます。何ができるのかが、一目見てわかりますね。ここからの30秒間は、音に注目してみてください。どうでしょう。環境音がすごくいいんですよ。これは、前のバージョンでもそうだったのですが、さらに進化している気がします。ちらっと見えていた、坑道の入り口みたいなものです。ライシングワールドの楽しみの一つは、地下洞窟の探索です。一体、どのような進化を遂げたのか、見ていきましょう。一番奥まで到達すると、ランタンとピッケルが用意されていました。そして、岩で行き止まりです。これはつまり、壊して先に進め、ということでしょうか？ただまあ、ピッケルは家から持参してきたんですけどね。それではいざ。おお、めっちゃリアリティ。あれでもこれ、回収はできないのかな？はい。撤去しました。けど、ただのオブジェクトみたいですね。こっちの、普通の岩肌は？あ、回収できましたね。ここは変わらずみたいです。せっかくなので、ランタンを持っていきましょう。回収は、このメニュー上でボタン長押しです。サイズによって時間が変わりそう。明かりがないと、真っ暗ですね。さすが洞窟。適当に設置したのはいいんですが、せっかくなので、上に吊るしてみましょうか。これで OK。おや、宝箱が見えますね。でも、フェンスが。ピッケルしかないですが、壊せるんですかねこれ？いやまあ無理でしたはい。あれは今後のお楽しみですかね。仕方ないです。先に進みましょう。って、え？先に進む道と、裏道？なるほどそういうことか。それでは宝箱に失礼して。オープナー。まあそうですよね、何もできませんよね。ということで、先の道へ進んでいきましょう。こちらには、はしごがかかっているような。ありましたね。これを登ればいいのかな？一応、登り降りの確認を。まだ先がありそうですね。と思ったらすぐ出口でしたね。しかも塞がってる。飛び出せー。おいおい追いがけじゃねえか。これは、反対側の道。でいいんですかね？無事到着です。なんだか、だんだん影が伸びているような。あそっか、日の傾きに応じて影が変化してるのか。いやぁ、終始、細かい作り込みに感動してしまいますね。ただ、オチオチしていると、暗くなってしまうので、先を急ぎましょう。ところどころ、木が伐採された跡があるんですが、次はこれですかね？お、休憩スポットが見えてきました。この先に道はないので、おそらくここがゴールでしょう。
そして、どこにも斧がないのですが、どこかで見落としたのかな？確かに暗くて、よく見えなかったので、可能性はありますね。もしかして、ピッケルで木が伐採できる、とか？お、できましたね。一応は、ピッケルで代用可能なことがわかりました。微妙に納得いかないですが。仕方ない。こうなったら。ピッケルさーん。どこですかー？まあ、見つかるはずもなく、そのまま戻り中。なんだか暗くなり始めたので、全速力で家まで帰って。夕暮れを待って、日の入りを狙います。おお、絶景かな絶景かな。これが、新しいライシングワールドでの1日目の終わりです。なかなか、いいじゃないですか。そして、月夜に照らされる夜が始まるんですね。いや待って、何も見えない。軽く放送事故だからこれ。そんな思いをしながら、無事にたどり着きました。この後はベッドで寝て、翌朝を迎えました。早朝ランニング。からの。朝日ドーン。気持ちがいいですね。その後、散歩をしながら、斧を探したものの見つからず。ゴールまでたどり着きましたとさ。新しいライシングワールドの魅力、ちょっとでも伝わったでしょうか。私がプレイした感想は、一言です。すげえ楽しみ。これで自由にクラフトができる。と考えると、絶対楽しいですよ。今までのライシングワールドで遊びながら、正式リリースを待ちましょう。ということで、今回はここまでです。それではまた。